三代目長家老ばらく大正三年に一月十七日は、落語家、本名、本間屋太郎、俗に、やたっぺ馬ばらく、京ばらく、吉街ばらく。芝の袋物将の本間洋介の子として生まれる。若い時から宝刀に身を持ち崩して感動される。やむなく幕と心情の小安の下で居候となる。この頃から、落語や講談の真似をしていた。 1886年頃、一家の余興で演じたモノマネがたまたま居合わせた三代目、春風亭隆子に見出され、話し家となる。最初の名が、初代春風亭知恵。才能を認められわずか一年足らずで二つ目昇進。仲の良かった、兄弟子、春風亭伝え枝と組んで、もりょりょん踊りという珍芸で売り出す。だが、飲むうつ、買うの道楽が収まらず、 賭博の現行犯で逮捕されることもたびたびあり、1ヶ月の間懲役刑となる浮き目に遭い、ついに師匠竜士から破門される。1897年頃、一時、桂一兵衛と名乗るが、翌1898年、三代目、柳屋古三一門に移籍し、三代目長家老馬、落衆名。しかし、衆名をめぐって二代目長家老馬学の維持であった、顔役。 森氏が挨拶もなしにと寄せに殴り込まれるトラブルが発生する。生まらく襲名後もすさんだ。生活態度が改まらず、道楽に走っていたが、才能を惜しむ子さんの後押しで1905年、雷門小助六、初代柳屋商船と共に、落語研究会前座に抜擢され、併前注目される。同年に、新内昇進した。 江戸前の芸風に鋭い稽古を挟む史上豊かな講座で人気を集め、志賀直也、岡村志向、久保田万太郎、岡北太郎、斎藤緑夫など文化人に愛された。歌人の吉勇も熱心な馬楽ファンで、いやさらに寂しかるらむ馬道の馬楽の家の春も、くれるればという歌を詠んでいる。馬風自身も文人めいた製品の生活を送った。 連日のように吉原に通うので浅草馬道の自宅には目ぼしい家財道具や蓄えもなかった。だが、おびただしい数の書籍が箱に収められていた。また早くも少し、長屋の花見の枕によく使われている長屋中場を食いしばる花見かな、古合わせ三馬に合わす顔もなしなどの格を残している。茶目っ気に富み、友人に頼んで加藤清正ウるさんにこもる。 谷田的熊本城へ籠もる。本間や太郎陶器の二階に籠もる。と紙に書いてもらい、それを玄関に貼って、家主と交渉して、家賃を負けさせたという。また電鉄安馬学の画号も持っていた。これはこの頃、東京市内を走っていた鉄道馬車が電気軌道に変わったことで、馬が楽をするという自らの芸名に引っ掛けた、車楽である。人気絶頂期にあった馬楽だが、 長年の遊びすぎから健康は衰えていた。1910年3月頃に精神に異常を来たすようになる。弟子も家族もない馬楽は、師匠傷産や友人たちの援助で養生するが、入退院を繰り返し、ついに弟の家で遺願のために没した。死後、谷中常病院に馬楽地蔵が師匠傷産によって混流された。開名は、釈清志昇神事。馬楽の死後、 生まらくの名は、弟弟子の五代目、柳屋小三治が後に襲名し、以後、小三の弟子たちが生まらくを名乗っている。デジタル版日本人、名大辞典プラス。ありがとうございます。